鹿児島偉人カルタ。お願いします。今回は大山岩尾でいきたいと思います。この名前は存じ上げております。ただ細かく知っているかというと知りませんので、よろしくお願いします。はい、前回川路俊義ですね、あの警察官、初代警、はい、大警視だよっていう話をしたと思うんですが、うん、2代が大山岩尾になりますね。はい、続きまして薩摩がワンツートップなんですね。はい、すごい。生まれがもうあのヒーローをたくさん出している鍛冶屋町になるんですけど、すごく交通量が多い場所にですね、実は大きな生誕の地という石碑がですね立っているのですが、私通ったことあります。通ったことあると思います。どのあたりですか。鹿児島中央高校の道路を向かって目の前に、あの広い、ね、広い道路ですね。はい、え、うなぎの山源さんのお隣ですね。よく通る道なんだけど、なんかそれっぽい、あります、あります。はい、駐車場とかがある。はいはいはい、すごい一等地にドーンと大きなのがあるんですよ。であそこね、車止まらない限りはそうですよね、スーッて行くところ信号で止まらないと見られないし、降りていくにもね。そうなんですよね。中央高校生の方たちは毎日多分見られてるんじゃないかなと思うんですけど。そうですか、一等地でね。そうなんです。なので多分皆さん気づいてないだけで、生誕地の前通過は多分されてる方多いと思うんですよね。はい、これは歩行会で行かなきゃいけないですね。人に興味を持ってもらうとちょっと歴史が楽しくなるんじゃないかなと思って人物にピックアップしたんですけど、大山岩尾はですね、こう胸キュンエピソードがありまして、それでちょっと皆さんに興味を持ってもらいたいなと思って選んだ人物になります。川路さんの時とは違う、はい、同じ大警視なのに華やかというか、キラキラした感じが、キラキラ楽しそう。はい、はい、そうなんです。会津の妻とマウワルツという札になっているんですけど、奥さんが会津出身の山川捨松さんという方なんですね。会津って薩摩と、あれ、いいんですか、仲は悪い、仲は悪い戊辰戦争でですね、はい、戦っているので、しかも攻めてますからね、大山岩尾は。はい、よくその恋が実りましたね。 そこが胸キュン。どんなことがあったんですか。奥さんの山川捨松さんは日本で初めての女子留学生の一人なんですね。今度新しく2024年か五千円札に、あの津田梅子さんがなると思いますが、はい、その方たちと一緒に留学をされてる方で、英語ができるで、海外生活が長かったので、うん、海外のこともよく知ってるような女性、才女なんですね。そうです。当時ではちょっと珍しい女性だったんですけど、まあ、その時陸軍で大山岩尾はすごく活躍をされておりまして、だけどあの先にですね、悲しいことに奥さん亡くされてるんですよね。そうなんですか。なので子供もいたりとかしていて、新しい奥さんがいた方がですねいいということで、こう周りの方が探すんですけど、まあ、その時に彼女はどうだと言って目をつけられたのが山川捨松さんで、留学経験がすごくあるので、やっぱり当時外交といえばですね、こう婦人同伴の夜会とかがありましたので、はい、ものすごくまあ活躍ができた方になりまして、語学も堪能だし、はい、語学も堪能で一緒に連れて行くにはもう大抜擢。はい、それででもお互いが気持ちが乗らないと結婚にはいかないじゃないですか。で、大山岩尾はやっぱりこうものすごく年下、多分18ぐらいですね、離れてるので、すごくまあ可愛らしかったと思うので、まあ、ものすごくまあ気に入られはしたみたいでですね。で、あの捨松さんの方もやはりこう自立心のある女性なので、実際に結婚する方とはお会いしてから結婚したいということで、
デートをデートをされたみたいなんですね、はい、普通に喋ると鹿児島弁鹿児島の方なのでですね、うんうんうん、で、まあ、ステマさんもどちらかと鹿児島弁もちろんわからないですし、まあ、海外の生活が長かったので、まあ、英語とかの方が外国の言葉がですね、まあ、得意だったということもあり、はい、で大山岩はフランスに留学された経験もあるので、コミュニケーションというか意思疎通を英語とかフランス語とかでかっこいいかっこいいですよね今の時代でもそうない話ですよ。そうですよね、もうそれをこの時代に、キュンキュンされたんじゃないかなと思うんですよね、ステマスさんも。あー、なるほどね。大山岩自身もフランスに行かれてますし、うん、まあ、そういうところですごく気があったんじゃないかなと思いますね。六名館という外交をする場ですよね、はい、こう接待をする、外交官を接待するような、まあ、場所、英語も流暢で、もう海外のこともよく知ってるので、ものすごく活躍をされて、六名館の花と呼ばれるようになりまして、はい、大活躍をした捨松さんでございました。これを参考に絵を描いてくださいとお願いしたのはですね、NHK の八重の桜があった時にですね、反町隆史さんが大山岩をされてて、うん、まあ、とってもかっこよくてそうなんだ、はい、で、山川ステマさんの役を水原希子さんがされてて、で2人でですね、こうワルツを踊るシーンがありまして、ものすごくですね、かっこよかったので、うん、描いていただきたいとお願いをしてカルタにしました、はい、その思いもあってこのカルタのイラストになったわけですね、はい、結構女の子から人気な札でですね、はい、はい、そうですね、なんかこう薩摩のおじさま方ってこうね、厳しいお顔だったり、はい、どんと構えてるイメージが多いけど、こんなに楽しげに、そうなんです、小学生の女の子とかが結構推し札でですね選んでくれてるみたいで、はい、そういうお声を聞くので、私もそのシーンを選んでよかったなと思います。いろんな意味でみんながハッピーですね。そうですね、うん、胸キュンなエピソードとかから入るとちょっと歴史も楽しく学べるんじゃないかなと思ってですね、はい、岩尾って漢字難しいなってテストの時思いましたけど、その話を聞くと一生懸命覚えたくなりますね。ジェントルマンだったのかなみたいなです ね、 ですね、考えると楽しくなるかなと思います。六名館、会津の妻と舞うワルツ。六名館、会津の妻と舞うワルツ、この時代にフランス語でおしゃべりしてワルツ踊っていいなただただ羨ましい。そして会ってみたいですね、どんなジェントルマンだったのかなって、思いを馳せたい方はぜひカルタをご覧ください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。